ここがとかじゃなくてもうやっぱ全体的に青にゃんを見てた方がいいんじゃないですか。しっかりとね目に焼き付けておいてくれ。こうやってやりたかった曲をいっぱいするライブができて私すごい嬉しいんですよ。楽しい声だけ